ゴルフネットワーク。これはもう大丈夫ですか？お願いします。うん、け全然それでも問題ない。正面アゲンスト、はい、で2球目4番でどうする？クリックで、クリックで、はい、クリックで、はい、ちょっと左、もうちょい左に行きます、はい、小さい木見えないか。まあでもあっちの方抜けんのちょっと1本立ってるやつですね、うん、あれのちょっと左とか多分抜けんのでも270とかだと思う。あ、わかりました。うん、 OK、 はい、うん、 OK、 はい、はい、あれが205って俺言ったんだよね。はい、ヤード木 の、はい、左の木が、あのライン、はい、細い木の左の、はい、ちっちゃいこう曲がった木が分かる。あれは当たって、 あれが300だったから、あ、多分270、はい、まあ100があそこだもんね。難しいですね。これだったら、でもクリークだと絶対入んない。はい、クリークは広いっちゃ広い。はい、それでいく。これしかない。ない？はい、52じゃいかん。いや、届かないです。届かない、はい、はい、風が強くなったらスプーンとか。はい、あげます。このバンカー多分入り口が240ぐらいじゃないですか。感じね、はい、ティーグラウンドから、うん、スプーンは多分届かないかなと、うん、ギリギリ。クリックとそんな距離変わんないですけど、うんうん、さっきより風が強くなったら、はい、スプーン、はい、うん、あ、マジこれ最悪。振ってこっちはないか。こっちはまあパターン左の、でも右奥って多分ピッチングで半端な距離じゃないとないです、うん、行かないでしょ、ね、短いクラブがちょい捕まり、そこ左奥か右手前、うん、普通の練習ラウンドより楽だよ。コースター置かなくていいから。あ、そっか。これだけでいいから、絞れるから。だから2球とも入れる距離にアプローチのことは寄せないといけないから、うん、もう距離感だけ頑張って合わせないと、うんうん、もうその間に全部距離を書いてるっていうから。あ、やった。手前と奥、はい。え、どこ行きました？全然もうめちゃくちゃいいとこ、はい、に見えるけど一応スプーンついていいですか？あの木に近づいてそうな、なんかそう見えるんですよね、はい、はい、うん、どっちもナイスショットです。はい、風がアゲンストだから、はい、アゲンストね、ティーショットアゲンストでセカンド横見て近く行けるかどうか、うん、はい、ちょっと狭い、狭いですよね、うん、バンテリン思い出すの195でしょそれが、はい。うん、とりあえず、まあ、木までが200ぐらいだからね、200ちょい、うん、だからまあちょうど横に落ちるぐらいでどうか、うん、
どうします、あれあのセカンドを打ったぐらいの距離にあったら怖いな。いやこれはだから行って分かんない、まあ、これは本当練習ラウンドしないと分かんない。レイアップで、うん、ちょっと難しいのを取るか、うん、サードで難しいのを取るか、しんどいのを取るか、はい、簡単にさん次第その時次第ですね、その時次第ですね、はい、はい、そうね、こっち来ちゃうと3パットの危険性出てくるよな、まあ、でも近くについてパター頑張るみたいな感じ。ショートホール難しそう。ショートホール長いよ、さっき見たら2つとも190と220。それはしんどいな。うわショートやばい。182。これは何としてでもとりあえずグリーンに乗せないと。あでも距離は行ってるね、行ってますね、うん、多分一発目左打ったら2球目右手前のバンカーあります、ね、私、はい、1球目がまずそれなりに行っとかないと、はい、2球目左はないと思うんですよね。っていうことは1球乗って1球バンカーでバンカー選択されてっていうのは私ちょっと想像できます ね、 そ、 ね、はい、それも2球寄せなきゃいけないもんね、はい、しんどそうやって考えたら確かに PGA の選手6オーバーちょっと納得できます、うん、もう一球、はい、そっかこれも2球入れないといけないんだよな、緊張するなそれはやばい。おめっちゃフックするここ、今いい状況を作っとき、あ入った時のために、入った時のためにもし万が一今のうちできる限り綺麗にしとくっていう作戦です。お願いします。すいません。ああ入んなかった。大丈夫。はい、もう大丈夫です。はい。ファーストボールで回っていただくっていうことなんですが、はい、ご自身でそういった経験はありますでしょうか。ベストボールしかやったことないですね最初説明を聞いていた時はあいけるかもと思ってたんですけど、いざやってみるとちょっと難しいかもなってちょっと、はい、不安になってきてはいるんですけど、まあ、しっかりコースチェックして、はい、頑張りたいです。あの今一応バーディーショーっていうのもあるので、はい、今一応キャリーオーバーしてまして、はい、19万円からなんですけど、はい、そちらはどうですか。ちょっと口角上がっちゃうんですねちょっと一回パー5とかで頑張りたいですね、はい、自分の勝負は練習ラウンドだと思ってます。この仕込みが大事だと思ってるんでそうですね、はい、このここでうまくやっとけば本番の9ホールこうどうやるか、それはもう選手次第にどうしてもなってしまうんで、キャディもキャディで風とかそこのクラブ選択のアドバイスはあると思いますけど、やっぱ練習ラウンド最初の下見がこういうイメージを作っておくことが大事かなというふうに思っているので、これはまあ普段の試合とかとも一緒だと思いますけど、2つ揃えなきゃいけないことを考えるとなおさら大事かなと思いました。ちなみにこの2人いつも結構喋りながらやる感じですか。私が一方的に喋ってるかもしれない。さんが喋ってます。だいたい一方的に喋ってますね試合中、はい、呆れて勝手にやってもらってますそんなこと、はい、そこまではいかないです、はいはいはい、でもだいたい少しは思ってると思います。でもすごい調子悪い時もたくさん話しかけてくださるんで気持ちはちょっと落ち着きますね、はい、よかったです、はい、じゃあ今回は2人で力を合わせて100万円を、はい、そうですね、あのもう本当にあの私がすごい頼りにしている方なのでキャディーさんなので、今年も試合結構担いでいただいてますし、はい、本当にアドバイスをたくさんいただいて2人で相談しながら頑張りたいなと思ってます。